路市公式インスタグラム舞姫路から今月の商品のお知らせです。今月はスパイス末広さんの2000円分のお食事券です。お店に入る前からスパイスのいい香りがしてきています。姫路城近くにある小さなカレー店スパイス末広さん、ハッシュタグ舞姫路がついた投稿でもよく見かけます。お店では主に3種類のカレーが用意されています。鶏肉の旨味と玉ねぎの甘さを味わえる3種の鶏肉のチキンカレー、クリーミーな味わいの中に柑橘系の爽やかさも感じるエビと野菜のグリーンカレー、動物性食品を一切使用していない厚揚げと小松菜の豆カレー、お好きなカレーにトッピングを追加することもできます。お食事券をゲットしてスパイス末広さんのカレーを楽しんでくださいね。たくさんの投稿をお待ちしています。